月刊、コミック文文が並ぶ、売り場の左端に、マミー、元気と、隣り合わせで並んでいる。2004年撮影、月刊、コミック文文とは、かつてポプラ社が発行していた、月刊児童向け漫画雑誌。月刊、プレコミック文文として、2003年12月6日に、創刊。当時のポプラ社社長の坂井博史先は、解決ぞろりのアニメ化に際して、 雑誌展開を他社に取られることを避けるための企業防衛として本誌を創刊したと語っている。創刊当初の雑誌コンセプトは、童話、児童文学と少年漫画雑誌の中間を狙ったものであり、氏名のプレコミックもそのコンセプトに由来する。また、男子向け、女子向け、両性向けの作品が混在していた。 その後、月刊コロコロコミックのような児童向け漫画誌に転換、ほとんどの作品が男子向けとなり、女子向けのものは少なくなっていた。同社からの動画、児童文学のコミカライズ作は転換後も連載されてはいたが、総監当初よりは雑誌全体の連携色は薄まっていた。編集は2004年1月号は、マックガーデンが2004年2月号から2005年2月号までは、 ポプラ社とマックガーデンの共同出資で設立した編集プロダクションである株式会社 B プラスがそれぞれ行っていた。合弁は2005年に解消され B プラスがポプラ社に吸収合併されたため2005年3月号以降はポプラ社へ編集が移行された。自動詞としては珍しく掲載作品にこの漫画はフィクションです。実在の人物 事件とは関係ありませんという正しがきが添えられていた。創刊当初からマックガーデンとの合弁解消までは月刊コミックブレードや初期月刊少年ガンガンで執筆していた作家の作品が多かったが合弁解消以降はその比率を減らしていった。2008年10月15日に発売された2008年11月号にて新創刊となり、使名をそれまでの月刊、 プレコミック文文から月刊、コミック文文へ改めた。その際、月刊、コロコロコミックと同じサイズとなり、毎月6日発売から毎月15日発売になるなどの変更が行われた。2009年9月15日に発売された2009年10月号をもって休刊。なお、該当号の表紙には最終号の文字が書かれており、すべての連載作品が完結している。 単行本である文文コミックスは毎月10日に発売されていたプレコミック文文に関するカテゴリー。ありがとうございます。